紙の金をクラシックを聴かせたらすごいいい曲が出たと。それをじゃあ同じ紙の一種なんで麹菌に聞かせたらいいんじゃないかというヒントで やってもらいました。実際に経験則として皆さんそのようにやった結果酒の味が変わったということで非常に効果を認めていらっしゃいますので何かあるんだと思います。ただこれを科学の学者さんとかが研究したということがないのでなぜそういうふうになるのかというその因果関係がわからないんですね。色が変わったとか香りが変わったとかそういうものじゃなくて麹本来のですね米を同化する力のある麹作り、まあ、結局酵素を十分作るという考え方でやってるわけです。甘くてモーツァルトの香りがするような気がします。美味しい、とっても。すみませんので、もしもお求めの方は先着順限定品だそうでございますので